皆さんこんにちは。すごもりチャンネルでございます。ここは国立劇場の稽古場のなんだ脇にある本読み室っていうんですね、今日は5月1日で、今日から国立劇場での稽古になっております。でもさ、なんか不思議なもんで、あれが出てからちょっと稽古逆に燃えたみたいな感じじゃない絶対負けねえぞって感じで出ましたよね。だけど初日が7日の予定が、13日に、はい、まあ1週間近く、うん、ドーンと遅れたわけなんですけども、でも13日からは今のところはやる予定で、もうバッチリ稽古をしているということです。このメンバーは、チラシの、タガヤの3人でございます。役柄をちょっと言いましょうかね。はい、そうですね。私は3年前に夫を亡くしてるんですね。その夫の仇を探して、まあこう諸国を訪ね歩いてるんですが、弟と一緒に、はい、三の城弟と一緒に歩いて、今田谷さんのいらっしゃる長屋にお世話になっております。で、田谷さんがあちこち行かれるんで。こういうこれこれこういう人を見かけたら教えてくださいと言ってるようなそういう役どころでございます。はい、私先週のチャンネルもぜひ見ていただくと私詳しくベラ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 喋っておりますので先週見てください。三の城役で鶴お姉様の弟役でございます。ここは実際の兄弟という設定なんだよね。実の兄弟です。お鶴の旦那さんの敵を今狙ってるということですね。義理の弟ですか、うん、旦那からすると義理の弟。旦那からすると義理の弟で、ね、ここはだから血がつながってる、うん、怪しい関係ではないと思います。はい、そうでございます、はい、そこは勘違いしないで、はい、で私は長屋の金太をやっております。私のいる長屋に、おつる兄弟が来て、金太も勘違いするわけですね。敵探してくれなんてちょっと色目で言われたもんで色目で言ってないよ。普通にお願いしたんですけどね。じゃあ金太の勘違い、ね、勝手に勘違いした、まあ、吐き溜めに鶴っていうぐらいで鶴というね、名前も鶴ですね。やっぱ違いますね。そうですね。まあ今稽古も本当に細かくやっていい感じでこう盛り上がってきてますよね、芝居もね。本当は7日が初日なんで、もう今日明日ぐらいで仕上がる予定でずっと来てますんで、初日がずれ込んだ分稽古も増えますしね、皆さんにご覧いただくときには本当にいいお芝居になってお届けできると思います。どうですかこのお芝居、ミキさん、お稽古進んでどんな感じですか？やっぱりね、うん、なかなかこう生の音楽が入ってこういう世話物になってね、確かに、はい、で特に女優はそういう出演のチャンスってめったにないので、本当にね、まだまだ分かんないことばっかりで、とっても勉強になってます、はい、僕らよく書き物って言い方するけども、うん、歌舞伎じゃない時代劇とかだと録音した音が入るってことはあるけども、こういうふうに国立劇場のこの世話物の歌舞伎としてやると、やっぱり生の三味線と歌が入るから雰囲気全然違いますもんね。全然違う。ハマった時本当になんていうの、気持ちよくさ、うん、なんか花道歩いててもすげえ気持ちいいなとか思う時あるもんね。大人のいいところで泊まってね、喫茶で泊まったりするとか、やっぱり生のいいところはこっちの芝居に当たり前ですけど合わせてくれるわけですよね、うん、セリフのテンポに合わせて弾いてくれたりとか、こういうのはやっぱり歌舞伎のなんか独特の、そうね、ね、やっぱり普通の時代劇ではなかなかない雰囲気ですよね、うんうん、なんかこうね、ミス打ちにいらっしゃる、うん、邦楽さんと出てる私たちで、こうなんかあうんの呼吸っていうか、こう息を渡すっていうかね、そういうのって録音じゃちょっとね、そうね、ないもんね。いやでもこれがなかなか慣れないとまた難しくてね、難しい、録音の場合はきっかけでパッとこう入れてくれるんですけど、やっぱりこの生でやる場合はお互い人間なんで、ここですよっていうこう渡し方を渡すって僕ら言うんですけど、何が何してなんとやらって言うとチーンって入ってくれるんですけど、何が何してなんとやらって言うといつまでたっても、うん、どこでしょうみたいなね、あれはやっぱり難しくもあり、でもそれが気持ちいいっていうね、ハマるとね、うん、まあそういうのもやっぱりセアモンのいいところですよね、うん、全身座に入んなかったらなかなかやらないですもんね。チャンスないよね、うん、
つくづく思うのはスタッフさんとかああいう周りの人って本当大変で、うん、役者って自分がの出番が、うん、一応こう終わって引っ込んだら、まあ、袖でちょっと休んだりとか、うん、まあ、汗拭いたりとかできるけど、うん、お三味線の人も歌う人も、あの、まあ、書き物の音響さんもそうだけど、ずっと芝居見てないときっかけ外したら大変だもんね。そうそうそう、照明さんもそうだし、そうですよ。そう思うと本当スタッフさんがいないと芝居ってできないんです。つくづく思う。音って出ちゃったらもう取り返せないじゃない？そうそうね、本当だよね。すごいよ。もう一回ってわけにいかないからな。ちょっと話が脱線しましたけども、はい、でもなんかそういう世話物の、楽しみっていうのをぜひ皆さんに味わっていただけたらありがたいなと思って、この話もねなかなか聞いてみると面白いと思うんですね、うんうん、こういう話を、うん、アフタートークでやりますので、そうだよ、15日だです、ね、の、一番おしまいの回の後に、うん、詳しく説明してくださいますので、邦楽の皆さんが見てる人が出てきて生でやってくれるわけ、生でやってくれる、ああすごいぞ、しかもそれ無料でしょ、無料で、だから見た人はそのまま見てていいわけね、そういうことです、うん、他の日の人は見られない、見られないの、見られない、だからやっぱりここに来ていただいて15日の2時半の部の後でやるわけね、やります、うん、もうすぐ続けてやっちゃうんだよね、続けてやっちゃいます、うん、今のところは、佐野師匠と勝彦師匠、うん、お二人でいらっしゃって、うん、まあ、お二人でってたらその二人盾だからね、あの縦三味線縦歌っていうんですけど、リーダーですね、そうですね、うん、三味線のリーダーと長唄の歌う方のリーダーの二人が出てくれるわけね、はい、演技部は誰が出るの、ですね、今のところ、早瀬栄之丞大先輩が出る予定になっておりますが、今からお待ちください、なるほどね、まだ打ち合わせをこれから入念にするわけで、はいはい、まあ、ちょっとコロナ禍になってしまったので、まあ、どういうふうにディスタンス取りましょうとか、そういったものもちょっと含めてまだ今検討してますので、もう少々お待ちください、そう、まあ、ディスタンスといえば国立劇場も本当は千何百入るのがさ半分にしてさ、そうね、ね、本当、まあそれでもねお芝居できる方がいいもんね、やっぱね、そうです、だってこんなのさ一生懸命稽古してやってさお芝居公演できなかったらもう寂しいよね、寂しい、ここまで積み上げてますからね、なんとか初日上げたいですね、いや本当に13日初日を上げて皆さんに見ていただけることを本当にもう我々も願っておりますので、皆さんもぜひぜひお出かけいただければと思っております、よろしくお願いいたします。じゃあおしまいに一言ずつどうぞどうぞ、いや本当にね、こういう状況で皆さんもねいろいろ不安を抱えてらっしゃることと思いますけども、まあ、私たちは本当に最善できる限りのことをして、皆様をお迎えしたいと思っております、どうぞね本当にうつうつとしてしまいますよね、皆さんに元気になっていただきたい、本当にその一心で楽しいお芝居作りますので、ぜひお越しください、よろしくお願いいたします。私も先週ちょこっとだけ言いましたけれども、うん、まあ、やっぱりこう初日が後になってしまったので、うん、こう前半のお客様にやっぱりどうしても見に来ていただきたいっていうのをチャンネルでも言いました、たくさん電話かかってきてます、本当にありがたいです、振り替えのお客様ですね、まだまだ受け付けておりますので、うん、1回と言います、2回見たいは3回見たいはでも結構でございます、本当に1回でも多く私たちの芝居見てもらっていっぱい元気持って帰ってほしいと思います、で来てくださると僕らも元気になります、はい、もっともっといい芝居作りますんで、これからもよろしくお願いします、待ってます。私はですね、互いの金太もそうなんですけども、チャツボにも出ておりまして、まあ、両方とも、まあ、たまたまですけども、もう喜劇というか、笑っていただくお芝居なもんですから、もうぜひ来ていただいて、笑っていただいて、免疫力をこう上げてね、帰っていただければと思います。で、互いの金太は、おしまいに花見のシーンがあるんです。まあ、花見の仇討ちですから、そこのお花見、もう今年お花見つらいでしょ、皆さんね。だから一緒に、こう、そのお花見を楽しめるように、私たちも頑張りますので、ぜひお花見するような気分で見に来てください。お待ちしております。